セルロース、セルロース、セルローズとは、分子式、蝶で表される、炭水化物、多糖類である。植物細胞の細胞壁及び、植物繊維の主成分で、天然の植物質の1、3を占め、地球上で最も多く存在する、炭水化物である。繊維素とも呼ばれる。自然状態においては、ヘミセルロースやリフニンと結合して存在するが、面はそのほとんどがセルロースである。 セルロースは多数の β グルコース分子がグリコシド結合により直鎖状に重合した天然光分子である構成単位であるグルコースとは異なる性質を示すいわゆる β グルガンの一種フランスの生科学者アンセルム・ペイアンアンセルム・パイによって1838年に発見された1991年小林シローらによって セルラーゼを利用した酵素触媒従合により初めて人工を合成に成功した。粉砕した木片を脱脂して、木粉とした後、塩素と酸、ア塩素酸ナトリウムと酢酸が使われるによる勝利で、リクニンと分ける。得られたホロセルロースにアルカリ処理を行うと、アルカリに不要のアルファーセルロースが分離する。分離した火曜部に再び酸を加えると、 ベータセルロースからなる不要部と、その他、ガンマセルロース、ヘミセルロースなどに分離する。セルロースは、ベータグルコースが重合したものであり、分子は、水素結合によって、シート状になっている。これに対し、アルファグルコース分子が重合したデンプンは、水素結合による、螺旋状になっている。セルロースは、要素デンプン反応を示さない。デンプンと同じくグルコース分子を、 構成単位としながら、セルロースが、要素でんぷん反応を示さないのは、この反応が、分子の形状に由来するためである。また、セルロースは、非常に安定で、酸や塩基に対して強い抵抗を示す。加水分解により、グルコースになる。セルロースの分解には、硫酸や塩酸が用いられるほか、酵素のセルラー税が用いられる。リグニンと結合したセルロースは、単独状態よりも、 さらに科学的に安定であるため、分解は非常に困難であり、工業的な利用を妨げている。グルコースより、グルコキナーゼ、EC2.7、1.2、ヘキソキナーゼ、EC2.7、1.1、ホスホグルコムターゼ、EC5.4、2.2、ユティッピーグルコースマイナス1リン酸、ウリジリルトランスフェラーゼ、EC2.7、7.9、 UDP 形成セルロースシンターゼ EC2.41.12 の作用により合成される。セルロースシンターゼは細胞膜上に存在する。UDP グルコース生成までの反応経路はグリコーゲンの生合成経路と同じである。この他に中間体として GTP グルコースを経由する経路も存在する。セルロースを合成するのは 植物とホヤのほかいくつかの微生物が知られている。最もよく知られたセルロース合成細菌は、酢酸菌、アセートバクター属など、で、ナタデココはこの細菌によって作られたセルロースである。野菜や果物、穀物類から摂取されるセルロースは、人の消化酵素では分解されないが、不要性食物繊維として、成長作用など様々な働きがあり、 腸内細菌により分解されてエネルギーとして盛り寄れる。綿やパルプから採取されたセルロースは短い繊維状になっている。これに化学処理を施して溶解させると長い繊維状のセルロースとして再生することができる。セルロースを硝酸で処理するとニトロセルロースとなる。これはセルロースの硝酸ウエステルで加熱や衝撃を与えることで爆発する。 煙を出さない無塩火薬の原料の一つとして用いられている。もともとは麺をセルロース源としたので、麺火薬と呼ばれた。バイオマスからセルロースを分離し、セルロースを酵素を用いて糖分に分解し、微生物によってアルコール変換する方法である。第二世代バイオ燃料として期待される。セルロース系バイオマスからのエタノール生産に関しては、 地球環境産業技術研究機構とホンダ技術研究所がコアとなる製造技術を発表していたり参考アルコール燃料独立行政法人産業技術総合研究所が実証実験を行ったりしている。米国でもブッシュ大統領がスイッチグラスという草を利用したバイオエタノールの生産について一般教書演説等で何度も言及し予算をつけている。 エタノール燃料を大規模に導入するためには、セルロースからのエタノール製造が必要になるのは、ほぼ確実であるとサイエンス誌にも記事が掲載されている。セルロースの加水分解による、透過処理が必要でこれまでは、セルラーゼや臨海水を使用して、セルロースを加水分解してきたが、メリーランド大学カレッジパーク校のスタイブハッチェソンは、チェサピーク湾の沼地で発見された。 セルロース分解菌が強力なセルロース細胞壁の分解能を有することを突き止めた。ゼメティス社ではさらに効率よく糖に変更するために遺伝子を組み替えて72時間で1トンのセルロースバイオマスを糖に変換できることを実証した。また、白アリの消化器官内の強制菌によるセルロース分解プロセスがバイオマスエタノールの製造に役立つことが期待され、 琉球大学や理科学研究所等で研究が進められる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。